皆さん、こんにちは。僕ゲームでございます。ウィラプリ2020動画やっていきましょう。ということで、今回メイン選手仕様こちらの FP ルカクということで CS インテルから登場ね。ご存知の方も多いと思いますが、毎回これね、本若は、ルカク外しました。ただですね、サブアカまたもやってくれました。いや、もうサブアカをね、称賛しますよ。本当にルカクね、ずっと FP 使いたかったんだけど、過去週刊で出た時ですね、ウリアプリ外しちゃってね、バカがね、今回しっかりと CS ルカク引いてくれたということで、もう即レベマにしてですね、今回、メイン選手をやっていくと、週刊のルカクとほぼ変わんないんだけど、変わるところがね、オフェンスセンスですね。オフェンスセンスが、週刊のルカクが3高い。そう、だから週刊ルカクは、95までいくのかな。ただまあ CS ルカクはレベルまで92まで、まあ、それでもね、他の能力見てみるとですね、もうほぼ同じ。そう、習慣のルカクともう変わんないです、ほとんど。で、変わるところがちょいちょいあってですね、ちょいちょいというか2つあってですね、ボールコントロール、ここが習慣のルカクよりもここ高いです。もう1つ結構でかいかも、キック力。そう、キック力が習慣のルカクより1高い、94までね、こちら CS ルカクは行くんでね、間違いなく強いよね間違いなく強い。クソできるぐらいの能力してるんでね、やっぱ決定力は今回大幅上昇で、5上げてるんで、しっかり95、週間ルカクと同じ数値まで持っていってるのが個人的にはかなりでかい。ドリブルね、86と、まあ、できないこともないんでね、ボックスストライカー、そう、これね、ほんと使いたかった。ポジショニングがね、ボックスストライカー相当いいから、ルカクがね、そこでさらに生きてくると思うんでね、まあ、今回この FP ルカク使ってですね、まあ、得点の方、たくさんね、いや、もうたくさん得点奪える能力してるんで、ね、これ絶対強いでしょ、これ。ということで、早速ですね、こちら FP ルカクを使って試合の方をサバカですがね、やっていきたいと思います。いきましょう。さあ、行きましょう。 FP ルカク、ウィリアプリ2020で FP ルカク初使用だね。週刊とか当たらなかったんでね、今回のこの CS ルカク OK 調子普通。てか CS でもね、まあオフェンスセンスのところはね、週刊高いであるけど、それでも強いですからね。これどうしようかな、ネイマールを ST にしようかな。で、久保建英持ってて、あー、どうしよう、これでいいか。久保建英 ST からのね、まあ、あとはこれでいきたいと思います。ではないね、こうだね、こうして OK。 さあ、お相手が、よろしくお願いします。よし、ということで行こう。ルカク見せてくれ、その力当ててあげる。そうで、ここでやっぱ収まるからね、一回。いや、強い。OK なんかさ、取られないんだけどやば、なんで取られんだこれ、ルカク。いいねなんかルカクの周りにさ、謎のパワー発されてる割の2回ぐらい取られなかったもんね。いやー、熱いですね。しかも決めていく、決定力上がってるからね、あの辺もしっかり決めてくれますね。いやー、ネイマール来た、早い、これやばい。ダイク、あぶねー。さあ、ルカク勝ってくれ、勝ってくれ、ルカク、ナイス。ナイボ、よいしょ。いやー、惜しい。久保建英がね、いいボール出してくれたんですけどね。よし、オッケー、前半1-0。よし、ということで後半ね、さらに暴れていこう。ビダルー、来た。いや、ルカクえぐいなルカクえぐい、えぐい。ルカク最高ヒューマン。ということで、もうフィニス。ちょっとクロスとかも上げてみたい感もあるよね。そう、クロスも勝てるんじゃね、やべえ。いや、もうルカクやばいですね。さすが身長のところも高いから、フィジカルコンタクトで相手の前入りましたね。いやー、やるねー、やるねー、ルカク。ていうか、ボックスストライカー強くね。ボックスストライカーマジで強いと思う。ポジショニングがえぐい。しかもラインブレイクみたいな動きも普通にするんで。いや、いい収め。おー、それはオーケーオーケー、これできるんで、ボックスストライカーもね、なんかポストプレイヤー的な動きもしっかりありますね、この背負うやつ。さあ、そしてルカク、自分でもらったフリーキック、自分で決めちゃうまでが、キック力が高いんで多分いけると思う。よし、ナイス。あの領域まで行けばね、入ると。ナイス。
うわー、ここも本若で欲しかったレベルですね、ルカク。失点はしたくないですよ、ラスト。しっかり守ろう。うまい。よーし、オッケー、ナイスやってろ、ルカク。握力とね、ボールコントロールはね、週刊ルカクよりも高いんでね、そこも非常にいいですね。ということで、今回ですね、ルカク、さらに、まずね、ましたやっていきましょう。レディッゴ。まだまだ行こう、ルカクということで、2試合目、ルカク。おお、好調、さすがしっかりで、ベンチメンバーの調子がめちゃくちゃいい。お、川島さん、絶好調来ましたね、これは川島。我ら日本、川島からのサル、いいね、てか、調子めっちゃ良くない？ハフェルツ行こうか、OMF。ね、今はね、先ほどいい活躍でしたけど、そして、もう一度、久保建英投入から、あとは、いいが、まあ、中盤はね、そうだね。これで行きたい。先ほどかなり良かったんでね。さあ、お相手433で、ロナウド、マラドーナ、メッシですね。よろしくお願いします。さあ、行こうということで。まあ、ルカクね、なんかいろんなフォワード、やっぱセンターフォワード使ってるけど、ポジショニングの良さ、群抜いてる感あるな。やっぱ、ボックスストライカーっていうのはあんまりいないだけに。どう攻めるか。ルカクあって。フィジカル、フィジカル、ルカクやべえ。フィジカル、フィジカル、ルカクやべえ。1枚フィジカルでしっかりとね、捉えるというか、やってからの2枚目かわしいからの右足がおかえぐいところ飛んでいきましたね。そしてアグレッシブな高さでしっかり取っていく。こう読んでるな。ルカク前に入る、前に入る。やべえなー、これ強すぎるわ。てかポジショニングがもうぶっ壊れてる。なんかフィネスドリブルで前を向いてキックフェイントでかけるが、ここはかからないが、そのままドリブルからここ、いやー無理か、惜しい。そう、いやー今の惜しかった。ルカクやっぱパワーゲーな選手ではあるんだけど、逆にそれで相手の意表をつけるからね。ドリブルは絶対してこないだろうっていう、そう、先入観っていうのは多分あると思うんで。でさ、ここ一回さ、あ、惜しい。さあ、アグレッシブネスの高さ、アグレッシブ、アグレッシブネスの高さが効いてるな、これ。それは寄せていい。つか、むしろできるだけ寄せたい。オッケー、前半終了かな、これ。よーし、ルカク、ナイスルカクがもう、ハットトリックいこう、これ。ちょっとやばいですね、これ、ピンチ、若干ピンチ。まあでも、この試合、目標はハットトリックですね。てか、あの、2点分がね、相当エグかったね、あれ。いやー、ナイスグエンドジー、そこしっかりね、詰めていく。チャンスもあれば、やはりこんな感じピンチもあるんで、逆にピンチの時はカウンター狙ってね。多分ルカク前で張ってるでしょう。デブライネにやらせない。いやー、これ、惜しいな。取ったらカウンターですね、ただ。よし。ナイス。オッケー。いいよ。いいよいいよ。で、当ててあげて、当ててあげて、もう一個、あー惜しい。取れるこれ。サンキュー。いやー、ただね、ちょっと後半硬いね、結構。ナイス。いや、これどう。いや、惜しい。てか、あそこからあれまで持っていけるのがやばいな。ボックスストライカーの動きを見つつ、いや、えぐいっすね。いや、えぐい、もうえぐい。いや、えぐいっすね。いや、えぐい、もうえぐい。それね、勝つのはマジでやばい。あれ、大体取られるからね。基本的なところだ、取られるパターンだったけど、ルカクだから取られなかったっていうね。いやー、やばいっすね。オッケーで、ここをもうさ、これさ、これ狙ってみて、これここ狙うっていうね。で、多分今のがあるんで、逆にね、お相手がね、怖いはず。次ね、次何来るんだろうみたいな。おお、久保建英ヘディングゴー。久保建英封鎖ヘディングいきましたね。ルカクの3点目ガチやばすぎ。あれあれね、なんかそんなになんかド派手なゴールではなかったんですけど、結構ね、あれはなんか、
個人的にはやばいなって思ったゴールだったね。いやー惜しい。いやーえぐいなの。もう打つ前からなんかあんな感じのシュート飛んでいくんだろうなとは思ったけど、えぐいのね、えぐいのそのってか、ルカクちょっとこれさ習慣じゃないけどやばいんだけど、何この強さ、壊れてるでしょ、すっげえ使いやすい。そしてこれはさすがに勝てないが、アグレッシブスの高さでカフーのところを切り替えていく。守備も頑張るね。このよーし、 OK。 最後ちょっとぐちゃだったけどね。5-0、ルカク神。空間と、まあ、能力的にはオフェンスセンスがちょっと低いぐらいで、キック力とかはね習慣よりも高かったりするんでね、習慣とかめちゃくちゃいいんだけど、ってことは習慣もさらにオフェンスに高いから強いってことか。いやー、ルカク楽しかったですね。またですね、いろんな選手を使って試合の方をやっていきたいと思うんでね、ぜひ皆さんまた遊びに来てください。最後ね、ルカクの歌いましょう。そう、ルカク！フィジカルヒューマンセンター、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピープル！